実質ラバー語の上位互換マザースパイダー、どうもリュウです。さあ本日なんですが、マザースパイダーというモンスター皆さんはご存知でしょうか。マザースパイダーっていうモンスターね、これね、ちょっと効果読んでもらいます。自分の墓地のモンスターが昆虫族モンスターのみの場合、このカードは相手フィールド上の表側守備表示モンスターの2体を墓地へ送り、手札から特殊召喚できると。え、強くねっていう強くねっていうね、そういうモンスターです。これやってることをマジでラバコじゃん。2体墓地送るんですよ、相手のモンスターを。で出せるんですよ、だから強くねっていう。今日ですね、これね、ウォクダさんっていうディスコードにいらっしゃる方がレシピ貼ってくれて、マザースパイダーデッキみたいな感じで、まあ、そっからちょっとね、インスパイア受けまして、デッキ組んできたんですけども、何が相性がいいかと、守備表示にするカードであれば、まあ、もちろんイタクワとかアヌビスとか強いですよね。こういうカードと相性がいいデッキって、そうなんですよ、デジタルバグデッキなんですよ。デジバグ強い。このデッキで僕、前回キングになったりとかね、まあ、今回の、まあ、KC カップもこれ突破しようかなと、思ってるんですがKC カップで DP2 万チャレンジするわ。この、国運伝説とかウェブソルダーとか、こういうモンスターって守備表示にする効果が結構あるんで、相手のフィールドのモンスターをね、あ、ウェブソルダーだけか、あるのは。だからこの辺のカードを使って、守備にして、でその守備のモンスターをリリースしていきたい。リリースっていうか、まあ、墓地を送って出していきたい、マザースパイダーを。そうすればかなりやばいことが起きる。はい。であとは相手のモンスターを守備表示にできる、あとアースクエイクね。これ本当は別にこれ委託屋の暴風とかアルビスの方でいいんだけど、ないからさ、このカードって。これいつまで1枚しかないんだろう。これそろそろ別に2枚目とか3枚目とかあってもいいと思うけどね。はい。なのでこれの2枚目以降をちょっと実装していただきたいと思ってるんですが、アースクエイクはまあそんな感じで使っていきましょう。でアースクエイクは一応ね、このセンチビットさんと相性が良くて、センチビットこれ守備表示になるとデッキからなんか出せるんですよ、デジタルバグ系のモンスター。だからこれ出してきて、エクシーズ召喚していくと、こういうね感じですね。はい。で、あとは、スキルディスティニードローンにしてて、これまあマザースパイダーとかね、コンボバーズを引いてくるってことですね、横にするカードとか。はい。ね、基本はまあデジタルバグの動きできれば、まあそこそこは戦えるから、まあこれない方が強いんだけどない方が強いんだけど、こいつなんかさ強いじゃん、効果結構ね。これ活躍させたかったんだよきっと。というわけで早速ね、母なる雲をね活躍させていく最強デッキをねお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、でと、あ、弱え。マザースパイダーちょっと来るのはいいんですよね。初手ではあんまり来てほしくないんですよね。さあ、あ、炎王か。なるほど。はい。炎王最近流れましたよね。炎王めっちゃ強かったんだけど、なんか環境的になんか因果切断がめっちゃ流行って、でなんか割とその辺でいなくなってしまったという噂もありますが、あと深淵も辛そうだね。どうなんだろうね。まあ、一回ちょっと板川の暴風1枚耐えよう。板川の暴風1枚で俺耐えるわ意外と耐えれそうじゃない、板川の暴風1枚で。アヌビスとか板川ってね、意外と多分相手のその考えの外にあると思うんで、これ多分さ2体並べて殴ってくるのかな。どうなんだろうね、ちょっと分かりませんが、さあとりあえず破壊して、ああなるほどね、はいはい。で破壊してからガネーシャ持ってくる。なるほど。でガネーシャ出してくる感じでしょうか。ガネーシャガネーシャみたいな感じでしょうか。あー、はいはいはい、 OK です。ガネーシャガネーシャ OK です。ガネーシャガネーシャ OK です。深淵の爆発、はい、なるほど。それは強い。これエクシーでされたら終わるか。終わんねえか別に。絆の力、はい。あー、殴ってくる。 OK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 、 殴ってくるのありがてえ。おりゃ、よし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 よでですね、ウェブストルダー効果、
あのね、マザースパイダーを出すには墓地に昆虫族がいないといけないんですよ。そもそも論なんですけど、だね、それをね、なんとかしてと、盤面作っていきたいと思います。こうして、でまずはスカラジエータフン転がし、でフン転がしで墓地に昆虫族を送りたいので、ですね、これスカラジエータにすればいいか。だから効果使って、横にし、横にじゃないや、表示形式変更しちゃうとダメなので、これで墓地に強引に昆虫族を送りつけまして、でですよ皆さん、最強モンスター邪魔だ、そこどきな、マザースパイダーを特殊召喚ずえずえクソ強いこのモンスター。さあ、お相手の方社長、反応はまあそこそこ強そうですけども、先行取られてるのはちょっときつい、先行取られてるのはちょっときついが、さあセット、アルミスの呪いマジで3詰めしたらめっちゃ強いと思うんだよな、このデッキ。アルミスの呪いなんて1枚しかないんだろう。アルミスの呪いとイタカの暴風さ、あの3詰めできるようになんかカード追加してほしいよね。あれいつまでたっても1枚しかないじゃん。ドラゴン目覚めの旋律、あつえー、それつえー、いやでもシンクロ召喚しないんだ、そのハンドで。それオルタナ出してシンクロ召喚した方が強そうだけどね。まあ罠2枚伏せたいみたいなことかな。さあ太古の白石の効果によって、ブルーアイズが出てくる、白系竜か、なるほど。それね、基本ねシンクロした方が強いと思うけどね。こうやって今ここシンクロ青眼とオルタナだから、これ今ねあのトラップカード1枚ね、ここ普通にあの捨てて、あのチューナーし普通に召喚すればいけたのにね。どうしようかな、センチビット召喚してみるか。センチビット召喚、センチビット召喚はどうですか、通りますか。まだここはまだ何もしなそうだけどな、さすがに何かする。まあサンブレかインセスかなんかありそうだけど、でアースクイック、アースクイックで横にして、でセンチビット効果、守備表示になった時にデッキからなんか強そうなモンスターを出せる。さあウェブソールド、ウェブソールド、ここで除去されるとちょっと痛いが、ちょっと痛いが、あまだ大丈夫、 OK まだ大丈夫。まあでもどっちにしてもなんか処理されそうだけどな、これマスクチェンジないんでね、マスクチェンジないんで、一応相手のフィールド上のモンスターを全て守備表示にするということはできたが、あ、因果切断。まあでも、青眼かオルタナか、あーなるほどね、はい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 、しょうがないですねこれは。で一応こうして、でセットして、いや死ぬかな、これ死ぬかな、これ死にますね、アルミスの呪いは。あー、いやでもサンブレ打ってくれるんだったら、このサンブレのタイミングも早いな、このサンブレのタイミングも多分早いですね。これだって相手さ、多分トップでなんか青眼かなんか引かないと多分知らないでしょ、俺チューナーでも別にいいし、チューナー別にいいですよね、チューナーでも別にいい、でオルタナも別にいい、オルタナ出されたらきついけど、あー全然いい全然いい全然いい。でハンドあれだもんね、ハンドはオルタナティブ大丈夫だ、サンダーブレイクのタイミングちょっと早かったから多分ワンチャン知らない、オッケー。さあスピリットドラゴン、はい、でスピリットドラゴンでまた、あ、殴ってくれる、ありがてえ、それはマジでありがてえ。ディスティリドローっていうスキルご存じないですか、なんか結構プレイングがザルですけどこのブルーアイズ、まあいいでしょう。はい、そしてブルーアイズも出てきた。さあこれはスキルを発動し、さあこれは分からせることができそう、これはね圧倒的に分からせることができそう。エビソルダーいるから、まあ、センチビットかなんかでいっか、センチビット守備表示モンスター全部に攻撃できるというモンスターね。で、ウェブソルダーを召喚、そしてウェブソルダーのモンスター効果発動、自身も守備表示に変更することによって手札より光属性昆虫属モンスターを一体特殊召喚することができる。そして俺はレベル3のセンチビットとレベル3のウェブソルダーでオーバーレイネットワークを構築。
エクシーズ召喚。スピリットドラゴンいいだろ。銀龍早いけどな、それそのタイミングも。なんか青眼初心者っぽい動きしますね。青眼初心者、ブルーアイズ初心者を分からせる。さあ全部守備になって、まあ、これボンバーぶん殴ってもいいんだけど、守備表示、相手のフィールド上の守備表示モンスターに対応、墓地に送って特殊召喚、母なる愛マザースパイダーバトル。強マザースパイダー。さあお相手の方、カイト君よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあキューピーマヨネーズどのデッキだ、フォトンリザード、うわーつえー、もうキモいわー、あのなんかあのさ破滅のフォトンストリーム3枚はやっぱやばいと思うんだよね俺。あれ先行にも後攻にも強いのおかしくない？しかもギャラクシーサイクロンサーチできるって言ってること何っていう感じじゃないですか。このデッキ何言ってるのっていう話じゃないですか。いやこれこそサービス終了するぞ本当に。サシュマジサシュービートだわ。ネオニューサシュービートはフォトンデッキだ俺。やってることおかしいもん。だジンナビじゃんね、カード除外ってね、フューリーチェーンで。しかもジンナビよりなんなら立ち悪いからな、打点だけやから。フォトンバニッシャー、さあギャラクシオン、やべえ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 、もうやべえ、やってることやばいって。これでもさアースクエイクして、アースクエイクしてマザースパイダーっていう回答あるんだよな一応。マザースパイダー来い、マザースパイダー、いやー来ないか。マザースパイダー来たらマジ分からせられたのにな。センチビット召喚せざるを得ん、これはセンチビット召喚せざるを得ない。いやーですよね、ですよね、無理無理、もう全然無理。おかしいってやっぱこのデッキ。先行制圧もいいとこだろこれ。ふざけんなよ、ふざけんなよマジで。やばいわ、殺臭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 だこんなの。サービス終了。これやばい、このカード、このカードやばい、殺臭だよ。何がおもろいんだこのゲームは。